金型とは工業製品の金属製や樹脂製の部品をプレス加工のような蘇生加工や射出成形などにより製造するための型のことであり模型を指す場合もある。多くが金属製であるが例外もある。また加工工具の一種とも見られるが工具が集団的にシステム化し特定の部材成形に特化している点に大きな違いがある。 耐久性能を機材で担う分野でコーティングはあまり意味をなさない。鋳造でも使われる母系から砂性を砂型、金属性を金型と呼んだことが語源と考えられる。台による曲げプレス加工と部はオス型でコアとも呼ばれ、オーブは目型でキャビティとも呼ばれる。射出成形機へ金型を取り付ける場合、必ずキャビティが固定側となり、コアが可動側となる。 金型は製造業での製品の外観の優劣や品質、性能あるいは生産性を左右する重要な要素であるため、その製作にあたっては時間と費用がかけられ、完成した金型は容易に交換できない重要な資産として扱われる。自社で製作する場合と、専門の会社に製作を依頼することもある。金型には設計情報を転写する機能があり、 精密部品などの金型についてはマイクロメートル単位の正確さが求められる。ドイツなどでは金型は生産工学の王であるとも表現される。金型を構成する標準的な材質は工具工が多く、最近ではセラミックスなどが使用される場合も増えている。主な金属材質は鉄炭素クロムをベースとした合金に隠し味として オリブデンマイナスタングステン等で構成されているダイス鋼、高速度工具工などの高度に合金化された鉄鋼材料が主流である。霊感鍛造のパンチなどには超硬合金も一部ある。工具工のほとんどは熱処理加工を施すため、加工製品のモデルチェンジなどの際の改造が可能で、低コストであるが超硬は切削加工不能な超硬合金よりもコストが高くなり一部しか、 使用しない。また初期コストも形状の複雑さが増すに従ってそのコスト差は開いていく。そのためプリハードンコーと呼ばれる焼き入れ不要である程度コードを持ちながら切削加工が可能な材料を使用することがあるが、これは安易であるが、鋼の特質を上手に利用しているやり方とは言えず、結果的にコストコーを招いている例がある。金型は可能な限り材質の強化が行われて、 使用されるが、製造数が増える中、摩耗変形、破壊するため耐久性の問題に関心が集まる。そのため成形によって、金型の表面損傷が考えられる場合は、あらかじめ無電解ニッケルメッキ、硬質クロムメッキ、PVD 被膜や CVD によるティック被膜処理や TD 処理など工具工中に入っている炭化物をさらに被覆するような、 様々な表面処理が施される。最近では前述のようにセラミックを使用することにより、耐摩網を改善する努力がされている。しかしセラミックでは、高度が高すぎて、実際に、蘇性加工する材料によっては破損の危険が高まる。工具工とセラミックスの中間的な材質に、超硬合金があり、これは少量使用される。ただし、工具工は、 材料強度の高さを利用して、熱処理前は比較的柔らかく加工でき、熱処理後の対摩耗性は格段に向上するといった性質を利用した製造法をとっているのに対し、調工はその方法ができないためコスト高になり、限定的な使用にとどまっている。また最近では、自己潤滑性のある工具工が開発されてきており、 必ずしも表面処理の適用が主流ではなく潤滑油と鋼材の相性などの追求なども現場レベルでは行われている。金型は大きく2種類に分類できる。一つは成形荷重が高く開口部を持つ開放型の台ともう一つは比較的成形荷重が低く閉鎖空間によって成形を行う密閉型のモールドである。開放型。主に自動車部品。 家電部品の加工で使われる、ほぼ均一な厚みのものを加工するのに適している。金型内で多くはフープ材と呼ばれる金属の板をコイル状にまとめた金属材料を打ち抜き曲げ加工を行う。材料から最終形状まで一度に行うことは少なく幾度かに分けて行うことが多い。また主要な成形後も必要に応じてご工程として バリ取りのような加工や、メッキ、塗装などの表面処理を行う。主に鉄や銅、アルミニウムを加工するが、樹脂シートの加工用金型もこれに含まれる場合もある。純、総型金型のレープレス金型は次の二つに分けられる。さらに、以下のような小分類に分けられる。金型内の金属材料に高い圧力を加えることによる、蘇性変形により形状を作る。 金型による材料拘束の度合いにより、開放型、半密閉型、密閉型に大別され、後者になるほどバリの排出量が少なく、ぶどまりが高く、仕上げ加工も少なくなって、ネットシェープに近づくが、炭造時の加工力は大きくなるため、炭造プレス状の制約や、金型にかかる負荷は大きい。加工材にもよるが、蘇性変形による加工効果が期待できる。 金型の素材には熱処理や表面処理によって表面高度を高めた工具工が用いられる。レシプロエンジンのコネクティングロットのように肉厚が厚く強度が必要な製品の加工に適している。自動車用部品の製造では数工程に分けて機材料を徐々に製品寸法に加工するのが一般的でその工程の目的に応じてロール型、潰し型、 蘇生形型、仕上げ型、ピアス型、トリム型などに分けられる。これらの各工程は単一の単造プレスマシンベッド上に展開されるのが一般的であるが、材料温度が低下しても問題が発生しないなら、ピアスやトリムが別マシンで行われることもある。加工時の温度により、冷間単造と熱間単造に分かれる。一般的に、 熱管に比べると冷管時の材料変形能は小さいため大きな加工力が必要で金型が受ける荷重も大きい。炭造後は工作機械で仕上げ加工を行う場合が特に熱管、炭造では頻度が多くなる。鋳造型の金型は密閉型または開放型に分類できる。また、溶融させた金属を直接金型に注ぎ込んで 鋳造を行う金型鋳造型と、用刀を注ぎ込むための鋳型を成形するための鋳型造形型に大別される。前者ではダイカストン型、後者では生砂型がその代表例である。自動車用エンジンのシリンダーブロック、シリンダーヘッド、トランスミッションケースなど、成形自由度が高く、適用範囲は膨大である。ダイカスト型は金型鋳造型という性質上、 溶融金属と接する面の温度変化が激しい。これはヒートチェックと呼ばれる金型損傷の原因となる。これを抑制するために表面高度を HRC45 程度にまで高めた熱間工具工が金型材料として用いられる。一方、鋳型造形型ではこのような懸念がないため経済性の観点から金型材料として合金中鉄を使用するが、 ロストワックスのように金型温度制御が必要な金型ではジュラルミンなどのアルミ合金も用いられる。湯口と呼ばれる開口部から溶融させた鉄やアルミニウムを流し込み成形を行う。ほとんどの場合、凝固に伴う精度誤差や湯肌の荒れなどで鋳造後に工作機械で、後加工を行う。鋳造用の砂型はモールドであり、砂型造形用の金属製模型パターンのことを、 金型と呼ぶ。密閉型。プラモデルや携帯電話の外装など多くのプラスチック製品の作成で用いられている。射出成形機内の金型により、型締め、プラスチック材料の溶融、閉じた金型の空洞部に対しての加圧注入、冷却を行うことにより、形状を作る。密閉型。空気などのガスを原材料に吹き付けて、金型に押し付け、 製品を作るための金型。多くのプラスチック製品の製造では、プラスチックシート材から直接、ブロー成形される方法や、ペットボトル、ガラス瓶などは射出成形によって、バリゾンを作った後に、ブロー成形される方法がある。特に、ペットボトルの製造では、コスト削減の必要性からできるだけ肉厚を薄くするために、厚さ制御が重要となる。 自動車用ガソリンタンクの製造では内外2層の異なる樹脂を使用することも可能とされている空気抜き口を持った熱伝導の良いアルミ合金製金型が多い厚空成型とも呼ばれる密閉型自動車のタイヤなど型に材料を入れた後型で押し込んで製品を作るための金型半密閉型卵パックプラスチック容器など 温めたシート状の材料を型にセットし、型に開けた無数の穴から中の空気を抜き、大気圧で型に押し付け製品を作るための金型。半密閉型。大型タンク容器、ローリータンクなどの大型ポリタンク製品を作るための金型。金型を熱し、粉末状のポリエチレンを入れ、金型自体を回転させて成形させる。半開放型。アルミサッシのレール。 冷却用品チューブ、繊維製品などの長尺物の成形を行う。アルミやプラスチックなどの母材を目的形状の断面を持つ、押し出しダイスに対し押し付け、均一断面の長尺製品を作成する。内部が空洞の形状や格子形状も製造できる。アルミサッシなどの金属母材では、熱化を押し出しが行われる。プラスチックでは一度分断された後で再融合した。 境界面に、ウェルドや、ウェルドラインと呼ばれる痕跡の線が現れることがあり、場合によっては不良となる。金属と樹脂のいずれも、押し出しダイスから出たところで、少し変形したり、何らかの曲がり変形を起こすので、変形量を見込んだダイス形状を作り、ダイスの出口側の、ランドと呼ばれる、直線部分の長さを長くするなどで、変形量を制御するなどの工夫がなされている。 中実製品の製造には単体のソリッド台が使われるが、中空製品の製造にはオスメスという内外部分より構成されるホロー台が使われる。この分野は1995年以降ほとんど技術の高度化は見られていない。自動車用排ガス対策用セラミックハニコムは粉末押し出しによって製造される。金属粉末射出成形金型は、 金属粉末を射出成形によって形作るための金型である。材料には金属粉末とともにバインダーと呼ばれる合成樹脂のような添加剤を加えておき、粘土状の材料を金型内に圧力を加えて流し込んで成形する。成形後に加熱炉に入れてバインダーを蒸発させて金属だけを残し、さらに焼結炉に移して金属を焼結する。 利用できる金属に制限がないが収縮するために金型の形状はそれを見込んで製作されなければならない。レコードや CD や DVD や BD の製造において使用される。原型のワックス型に小三銀の還元反応により銀メッキを施し、銅電化してから無電解ニッケルメッキ化に全メッキを施してから利面を銅の電位によって裏打ちする。レコードや CD、 DVD、BD のプレスによる量産に用いられる。他にも偽造防止用のホログラムシートの作成にも同様の技術が用いられる。金型は製造業者が自社工場で使用する場合の他に外注工場に貸し出しを行うこともある。この金型を発注者から見て預け金型と呼び金型台帳などで管理する。量産に使用する金型は通常、 普通の加工設備と同様に固定資産として管理される。また、コスト削減などを理由に、海外に無償で金型を提供し、それを用いて作った製品を輸入する例も多くなっているが、その場合、商品輸入時には税関に輸入商品の代金に金型代金を加算して申告する必要がある。この理由は、金型の費用を 輸入商品の原価に参入するか否かによって、輸入商品の価格が大きく変わるため、正しい関税並びに消費税の課税ができなくなるためである。QMC システム、クイックモーレドチェンジ、迅速金型交換システム及び、QDC システムとは、プレス機等の造形機に付随した金型交換作業を短時間で済ませる装置のことであり、 工作機械では工具を自動交換することで生産性を向上しているように金型の交換を半自動的に交換する機械装置である。自動車社対応プレス加工では QMC 導入以前は1時間から数時間かかっていた金型交換作業が QMC システムによって5から10分以内に迅速化できている。こういった交換システムでは ムービングボルスターと呼ばれる移動台が採用されている。自動車のような民生用工業製品では、生産中止後も、補修部品として様々な部品の要求がある。消耗の激しいものや、小型部品はあらかじめ余剰に生産しておいて、在庫保管とするものが多いが、他のもので代用可能な部品を除いても、すべての部品の特に大型の部品を、常時十分な数だけ揃えて持つことは、 保管経費と資産効率の点で不利益が大きすぎるため必要に応じて生産することが行われる。このため古い金型も保管され補修部品が減少したり欠乏品に対する受注発生時にその金型により極少量の生産が行われる。金型によっては保管環境に差があり露店に置かれていたものは錆落としから行われる。ブランクトリアトリーミングは レーザー切断によって行われる。試作金型と同様に耐久性が劣るが新たな金型を作る方法によって少量生産が行われることも一部では行われている。プレス加工では一枚の製品加工でも何枚か試し打ちによって調整する必要があり無駄な経費となる。古い金型を保管する経費も新たに簡易な金型を作る方法も共に高価なものとなる。 ありがとうございます。